赤ひげ診療山本周五郎無事な長屋6その夜昇るはなかなか眠れなかった興奮して眠れなかったのではなく静かな反省と悔いのためというに近かった 彼の頭の中で、ちぐさの面影が、初めて、幼馴染みとして蘇り、彼に向かって、許しを乞うように思えた。ひどく大人びて見える時でも、ちぐさは自分の思うことを口には出せない。口に出せないだけでなく、そぶりに表すこともできない、という風うであった。のはそれを、 不注意に見過ごしていたのだ。ちぐさは奥手の上に、のんびりした生まれつきで、まだ女らしい気持ちになっていない。結婚などはもっと先のことだと思っていた。小さい自分から見慣れていたので、かえって目が鈍っていたんだな。彼はヤグの中でそうつぶやいた。 もしそこに気がついていたら長崎へ行く前に結婚していたろうし事情はすっかり変わっていたに違いない。奥手でのんべりしていてまだ恋心などは全くあるまいと思っていたために裏切られた痛手も大きかったのだ。俺は自分のことだけにとらわれていたようだ。 やがて、また彼はつぶやいた。俺をここへ入れたのは、父が天野さんにローされたのだと思った。父は、昔から天野さんには頭が上がらなかったし、俺の将来についても天野さんに頼りきっていたからな。俺はチぐグさを憎み、父を天野さんを憎み、おまけに、 この養生所までに組んだ。のぼるは顔をしかめながら、枕の上で頭を左右に振った。ちぐさは自分の下過ちで傷ついた。天野さんも父もそれぞれの意味で傷ついた。その中で俺一人だけ思い上がり、自分だけが 痛手をこうむったと信じていた。いいきなものだ。彼はもっと顔をしかめた。いいきなものだ。ここへ来てからのことを考えてみろ。おい、恥ずかしくはないか。のぼるはヤグの中で身を縮めた。 明くる朝、少し寝過ごしたのぼるが、遅れた朝食を食べ終わると、間もなく、無事な長屋から、迎えの元が来た。佐八の様態がおかしいから来てくれ、というのである。巨匠は、すぐに行けと言い、一匠の粉薬を渡して、もし、ひどく苦しむようだったら、これを飲ませてやれと言った。 必要がなかったら持ち帰って、俺の手へ返せ。と巨上は言った。普通には使わない薬だから、忘れないように気をつけてくれ。のぼるは支宅をして出かけた。レンズ院の脇まで行った時、横丁から走り出てきた中年の女が、のぼるを見て呼び止めた。 養生所の先生かと聞くのでそうだと答えると子どもの病気が悪いから見てもらえないかと激しくあえぎながら言った半年ばかり病んでいるがたまっている薬令が払えないために医者が来てくれない子どもは今にも死にそうに見えるのだと訴えるのであった この上着のおかげだな。この上着は養生所委員だということを示している。薬令が滞っているために医者が来ない。女は家を飛び出してきて、その上着を認めるなり呼びかけたのだ。赤ひげか。いい親父だな。とのぼるは思った。 養生所へおいでなさい」と彼は女に言った私も既得の病人があって行く途中だから養生所へ行って頼むがいいでしょうもう一走りですよ女は礼を述べて小走りに坂を上って行った佐八の家には治兵衛と相長屋のものだろう 女が二人いて病人の世話をしていた。若い女房の方が火鉢で湯を沸かし、老婆はしきりに古畳を拭いていた。明け方に少し吐血し、今しがたまた多量に血を吐いたのだという。金だらいが間に合わなくて半分は畳へ吐いたそうで、老婆は湯で 雑巾を絞っては丹念に畳の目を拭いていた。夕べ思いを少しと卵の黄身を半分ばかり食べたそうです。と治兵衛はつぶやいた。ばあさんは泊まるつもりで布団まで持ってきたんだがどうしても病人が承知しないそうでして今朝はまだ暗いうちに来てみたら 汚したものを自分で片付けていたそうです。のぼるは佐八の枕元へすり寄った。佐八は眠っているらしかったが、目も薄く開いているし、口は下顎が外れでもしたように、力なくがくりと開いていた。顔色はどす黒く、全く正気を失い、 ほほ肉はそぎ取ったようにこけて、皮膚が顎の方へシワをなしてたるんでいた。もう持ちますまいか。そうらしいな。のぼるは枕元から離れた。もう人間の手には負えないようだ。こんないい人 自兵は吐いをつきながら言った。ろくでもないシャバウサギがうじゃうじゃいるのに、こんないい人間を取られるなんて、神仏を恨みたくなりますよ。若い女房が登るに茶を入れてきた。今日は裏が静かなようだな。登るは 茶には手を出さずに聞いた。地ならしは終わったのかいや、待ち方の調べがあるので、それが済むまで手がつけられないのです。何かあったのか自閉は嫌な顔をし、それから声を潜めて語った。裏の崖崩れの跡を鳴らしていたら、 布団にくるまれたたが出てきたすっかり腐ってほとんど骨ばかりになっていたが布団の綿がしっかりしていたためだろう頭から手足までそろっており若い女だということも着物の残り切れやたっぷりある髪の毛などですぐに分かった七年前崖崩れで土が動いたから 元の場所ははっきりわからなつぶされた長屋より上にあったと思えるがその状態から察すると殺して埋めたものに相違なく今日は町方が調べに来るはずであると治兵衛は言った骨になっているようではよほど古い死体なんだな禅王子の墓りに見せたんですが 十五年ぐらい経っているだろうと言ってました。殺して埋めたとどうして分かった棺桶らしいものが見えませんし、病死したものなら、まさか布団にくるんで埋めるなんということはないでしょう。と、治兵が言った。しかし、もし、墓堀の言ったように、 15年も前のことだとすればこいつはちょっと調べようがないでしょうな戸とぐちに人の声がし50ばかりになる男がひょろひょろと入ってきたずんぐりした体つきでめくらじまの長番天を片前下がりにだらしなくき、よれよれのひらぐけをしめていた頬からあごにかけて 真っ白な武将ひげが伸びており、はげた頭は油でも塗ったようにテラテラと赤く光っていた。ひどく酔っているのだろう、絶えずよろめきながら充血した目でこっちをのぞき込んだ。あいてきちゃダメだ。自兵が手を振った。病人の容態が悪いんだからダメだ。かえんだ。 大変な、今ね町方の旦那方がね来てますぜ。と、その男は言った「差配を呼んでこいってねお前さん確かまだ差配じゃなかったかい?」。